はい。皆さん、こんにちは。ゴールデンウィークはどのようにお過ごしでしょうか僕の方では自分のシステムをいろいろ切り替えたりということをやっています。この期間のうちにいろいろセットアップをしたいと思っています。今、画面に映っているのはたくさんモニターのあるうちのメインモニターです。ここでサムネイルを作ったり、グラフィックをしたり、 そんな風にしている画面です。そして同時に iPad もつないでいますのでボタン一つで iPad に切り替えれます。iPad の方はこのようにお絵かきをしたりできます。もしくは文字を書くこともできますので そこらに鉛筆で手書きしたものをこのように文字にタイプすることができるようにしています。そして画面は2つ同時に出すこともできます。はい。このように同時に出しました。そしてこのようにワイプをしたりできます。ワイプは4箇所ぐるぐる回すこともできますし、大きさもこんな感じで変えることができるようになっています。 あと二つ目の画面というのもつないでいまして、それがこれです。ですから、これは下の方にこうやってずらすこともできます。ずらしたら、このように上からこうやって出てきます。こうして解説動画を作れる準備をしています。この後、どんな風にこの場所が鳴っているのか、そんなのもお見せします。 お見せするのが恥ずかしいほどいっぱいになっています真ん中にあるのがメインのディスプレイですそしてセカンドモニターは上の方にありますこれはノートパソコンで動かしていますのでこのノートパソコンがメインになりますそしてここに最近買った iPad Pro こんな感じでつながっていますそして上にもう少し大きいモニター これもいいでいます。今は2つの画面が全く同じ状態ですねそれでつながっていますそして左の方に行くと録音録音画関係があります。こんな感じでスイッチャーとかがあったりして初画カメラとかですねこれも場所を映さないといけませんけれどもそしてこれも最近買ったスイッチャーです これを触って先ほども画面を変えたりしていましたここに小さなモニターがあります録画状態がどんな感じかとかいうのを見てるわけです小さなミキサーとかもこんな感じでありますまだ整理がついていませんキーボードの下にこんな感じでダビンチリゾルブのスピードエディターという とっても高速に編集できるツールがありますメインの音はこんな感じでコンデンサーマイクとかここにもコンデンサーマイクがありますこれは安い USB のマイクですここには本格的なコンデンサーマイク真空管のマイクがあったり上の方からはこんな感じで俯瞰カメラというのも設置しています奥の方にも マイクが伸びています、まあこんな感じでまだ片付いていないんですけれどもちょっと整理をゴールデンウイーク中にしようと思っています。